はい、え、こんにちは、レトスのーのです。6月10日の3問に入る前にご連絡をいたします。短期集中実力アップ講座の現在の割引価格は本日で終了となります。明日になりますと値上げになりますのでご注意くださいえ。実際、7月から受講して法律式0から3ヶ月で一発合格していただいた方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ今からであっても逆転合格できます。あと4ヶ月で逆転合格しましょう。 短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいそれでは本日の3問に入ります建物が滅失した時は表題部所有者または所有権の登記名義人はその滅失の日から2週間以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない丸か罰かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは え、罰ですね。2週間以内ではなくて1ヶ月以内です。建物が滅失した場合、あと建物の地目が変更した場合とか、あとマンション以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合とか、その日から1ヶ月以内に登記しないといけないんですね。2週間以内ではないです。で、建物の滅失の場合っていうのは、建物の滅失の登記。地目が変更された場合は、地目の変更登記。 あと、表題登記のない建物。これの所有権を取得した場合っていうのは、表題登記。これらを1ヶ月以内に行ってくださいよっていう話ですね。これらすべて頭に入れておきましょう。で、上記っていうのは申請時期が1ヶ月以内って定められているんですが、定められていないものもあるんですね。それ何かっていうと、表題部所有者の氏名だったり、住所だったりを並行した場合です。つまり、氏名や住所の変更登記っていうのは申請時期が定められていないので、 変更登記自体、絶対にやらなければいけないっていうわけではないってことなんですね。義務ではない。任意だということです。この点も合わせて覚えておきましょう。で、問いにですね、個人 A について、かつて破産手続き開始の決定があり、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していない場合、A は免許を受けることができない。丸かツかという問題です。これ答えツですね。 復権を得た日から5年経過していなくても免許を受けることができます。だからバスです。復権を得れば、直ちに免許を受けることができます。復権を得ていなければ、免許を受けることができません。で、これっていうのは、復権っていうこの漢字見たらすごくわかりやすいんですよ。復権って、権利が回復するって書きますよね。つまり、復権を得た時点で、もう権利が回復するんです。免許を受ける権利が回復するんですね。 だから、もう5年待つ必要はないということなんですよ。言葉の意味がわかれば、覚えるまでもない問題なんですよね。だから私自身も別にこれを覚えているというよりも、復権って権利もね、回復してるから、いつでも免許を受けれるじゃないのっていう形でもう答えを導いちゃってるんですよ。で多くの方が、復権を得たらすぐに免許を受けることができるって覚えるんですけども、覚えるというよりも、この、まあ復、復権 一見のこの漢字からね、想像できれば覚えるまでもないのかなって私は思います。で、問い3です。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。丸かツかという問題です。答えは、これツですね。防火地域の規定が適用されます。まあ、このように、 建物が防火地域と準防火地域に渡っているという、まあ、こういった状況なんですね。この場合、建物全部について、厳しい方の規定が適用されます。で、防火地域が一番制限が厳しいんですね。で、その次に準防火地域。で、一番制限が弱いのは、どちらの指定もない地域というふうになります。 で、今回の問題で言うと、防火地域と準防火地域にわたる場合なので、厳しい方を適用する。つまり、その建物全部について防火地域。こちらが適用されるということになります。まあ、この点、基本的な内容なので、絶対に解けるようにしておきましょう。そして、はじめにもお伝えした通り、短期集中実用カップ講座の現在の割引価格は本日までとなります。明日になりますと、値上げになります。 なので今日の夜中の23時59分59秒までにお申し込みいただければ今の価格になります効率的な勉強ができれば今からでも間に合いますので今年絶対合格したいという方は一緒に勉強して今年の合格を一緒に喜びましょう短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL ございますのでそちらからご確認いただければと思いますあなたの受講をお待ちしております今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした